さっきの一瞬で瞬間移動間に合う。ああいい、どっちにしてもやるんだ。笑ってきてやる。やりました。はい、完成した。父さんとデクさんの到着を待てたので、これでルーを通せば歴史は修正されます。なんで敵を作った？なんだよ急に。元気玉の用意だ。地球はナメック星のドラゴンボールで復活する。たまには地球の奴らにも責任を取らせてやるんだ。これで最後です。父さんと一緒に魔獣ブーと戦ってください。聞こえるか、世界の人間ども。今あるところで魔人ブーと戦っている戦士がいる。そこでお前たちの力を借りたい。力を合わせてブーを倒すんだ。なあ、俺に元気可能な限り分けてくれ。頼む。いつもこいつも俺の言うことなんか信用しやがらないんだ。あい地球人ども、さっさと協力しやがれ。てか、なんでみんな分かってくれねえんだよ。貴様ら、いい加減にしろ。さっさと協力しないか。このミスターアサダン様の頼みも危険というのか。俺が魔人ブーを倒してやるから、早く力を貸せんか。ハタ、まあしょうがないじゃないか。どうでも言わんと死ぬよ。行けます。もう一息ですよ。なかなか面白い見せ物だった。はっ、来た。おー、離れてろ、おめえたち。行くぞ、くたばっちまえ。あい、あい、あい、あ、ちくしょう。
手間取りやがって。ふん。やったのか。やったんだな。地球の諸君、恐ろしい魔人ブーはたった今死んだ。もうパパってば。しかし本当すげえやつだったな。今度は一対一で勝ってみせる。いやー、お二人ともお疲れ様でした。そうそう、あんたもよく頑張って。ん？アリ？ん？すごい、本当にすごいですよ。あの魔人ブーを倒してしまうなんて。でも恐ろしいのはブーさえも利用するドミグラの魔術よ。時の海王神様、ドミグラとは何者なんでしょうか。7500万年前に私と戦った悪の魔術師よ。奴は自ら魔人を名乗り、時々と時の巣を我が物にして、自分の望み通りの世界を作ろうとしたの。時間を思いのままに操る、ということですか。とんでもない奴ですね。その時に、時の狭間に閉じ込められたんだけど、そこでずっとパワーを貯めていたみたいね。パワーを7500万年も。あ、今私のこと7500万歳以上なんだって思ったでしょ。え、いえ、思ってませんよ。実年齢なんて関係ないんだから。私よく年の割に若く見えるって言われるし。そうですか。あの、時の海王神様、俺たちはこれからどうすればいいでしょうか。奴は危険すぎるわ。絶対に外に出すわけにはいかない。歴史の改変を食い止め、時の狭間から出さないようにするのよ。わかりました。過去も未来も魔人の好きにさせるわけにはいきませんからね。あともう少し、もう少しだ。